80年代から90年代にかけて4年連続のダブルタイトルを獲得し、 F1 史に残る黄金時代を築き上げていたマクラーレン・ホンダ。そんな彼らの時代が終わりを迎えた1992年のマシンには、壮絶な苦悩のエピソードが隠されていました。皆さんこんにちは、モーター天国のレインです。今回は1992年にマクラーレンが投入したマシン MP47 の苦難のストーリー、開発エピソードなどについて解説していきます。このチャンネルでは F1 グランプリに関する様々な検証、解説動画を扱っていますので、よろしければチャンネル登録をしておいていただけると嬉しいです。モーター天国関連チャンネル、投稿者ツイッターもよろしくお願いいたします。今回はこのような内容を解説していきます。長い F1 の歴史の中で、幾度となく栄光をつかんできたイギリスの名門チーム、マクラーレン。特に、ロン・デニス率いるプロジェクト4と合併した80年代以降の活躍は目覚ましく、ポルシェとのタッグや、アラン・プロスト、ニキ・ラウダの強力なドライバー陣を要して、84年、85年に連続ドライバーズタイトル、翌86年までを含め、3年連続のコンストラクターズタイトルを獲得していました。80年代後半になると、マクラーレンはさらに盤石の強さを誇ることになります。1988年になると、84年に F1 にデビューし、非凡な才能を見せつけ注目を集めていたアイルトン・セナをロータスから獲得。さらには、当時の F1 で最強のターボエンジンとの呼び声も高かったホンダエンジンを搭載することになると、この年はセナ、プロストのコンビが16戦15勝の圧倒的な強さを披露。この88年から91年まで、4年連続でドライバーズ、コンストラクターズタイトルを独占し続け、まさに黄金時代を築き上げていたのです。しかし、F1 史に残る圧倒的な強さを誇っていたマクラーレン・ホンダはこの頃、実は意外な落とし穴にはまってしまっていました。F1 では1989年を最後にターボエンジンが禁止となり、自然吸気エンジンのみの時代へ移行。80年代の F1 は、過熱するターボ競争により、パワーや燃費性能に優れるエンジンと、ターボパワーを受け止めることができる剛性の高いシャーシが、勝つための重要な要素を占めていました。マクラーレンはそんな80年代の F1 で、いち早くカーボンモノコックを採用し、ポルシェやホンダのターボエンジンを搭載して、勝利を重ねてきたのです。しかし、自然吸気エンジンの時代へ移行した89年以降は、エンジンとシャーシの総合的なパッケージや、優れた電子制御デバイスが勝敗を分ける時代へと移行。この頃には F1 マシンのシャーシは、すでにマクラーレンが持ち込んだカーボンモノコックの技術が発達し、空力性能に優れた、曲面設計の自由度が高いメス型成形のモノコックが主流。さらに、フェラーリが89年に実戦に投入し、その他のチームにも広がり始めていた、セミオートマチックトランスミッションや、ロータスやウィリアムズが路面状況に応じて能動的に動作する、アクティブサスペンションの開発を進めるなど、新たなテクノロジーの導入が進んでいました。しかしマクラーレンは、80年代に多くの栄光を収めていたことや、ターボ時代末期から強力なホンダエンジンを搭載し、ターボ禁止後も勝ち続けたことで、90年代に入ってもなお、時代遅れなオス型成形のモノコックを使用するなど、トレンドとなっていた技術では遅れをとっていました。そんな中で、マクラーレンに危機が訪れたのは1991年。この年は絶対的な速さでは、エイドリアン・ニューウェイを中心にシャーシ設計を煮詰め、電子デバイスの導入にも積極的だったウィリアムズに劣りながらも、序盤のライバルの信頼性不足と、シーズン中の開発が功を奏したことで、なんとか王座を防衛していました。そして、この結果に危機感を持ったマクラーレンは翌1992年、これまでの栄光の時代を支えたコンセプトから刷新した新車、MP47 を投入することになるのです。王座防衛のため、旧時代的なマシンからの脱却を目指したマクラーレンは、ニール・オートレイ、アンリ・デュラン主導の元新車、MP47A を開発。プロジェクト4との合併後、10年以上続けてきた、オス型成形モノコックにアッパーカウルをかぶせるという手法から脱却し、メス型成形のモノコックをついに初採用しました。
さらにフロントノーズもマシン下部に大量の空気を流し込み、ダウンフォースを発生させるという当時トレンドになっていた考え方に合わせてリフトアップされる形に。またチームとしては初めてセミオートマチックトランスミッション、ドライブバイワイヤ方式のスロットルなどのハイテク装備も採用。さらにはホンダがエンジンルーム内の内部流を意識した新設計の V12 エンジン RA112E を投入。まさに改革的なマシンを製作し、 QMP4 コンセプトの脱却するというマクラーレンのメッセージが伝わってくるかのようなマシンでした。しかしこの MP47 は期待とともに多くの不安要素も抱えていました。大幅なコンセプト変更となったニューマシンは開発や熟成に時間がかかり開幕に間に合わず、開幕から2000を旧型マシンの MP46B で戦うことを決定。さらに第3戦から投入予定となった MP47 についても、熟成の遅れから後にアクティブサスペンションなどを搭載した完全版の B スペックを投入することを前提に、まずは暫定版の MP47A を投入することになったのです。マクラーレンが新設計のマシンの熟成に手こずる中、チャンピオン争いの最大のライバル、ウィリアムズはこの年、速さを見せた FW14 をさらに熟成させ、開発を続けてきたアクティブサス、戦闘力の高いルノー V10 を搭載した、正常進化版の FW14B を投入。そんな中でマクラーレンが王座防衛を果たせるのかどうか、注目が集まっていました。こうして幕を開けた92年の F1 ですが、マクラーレンの目論みは序盤からもろくも崩れ去ることになります。手堅く旧型 MP46B を投入した開幕戦南アフリカグランプリ、ウィリアムズのナイジェル・マンセル、リカルド・パトレーゼの前にマクラーレンのセナ、ゲルハルト・ベルガーの2人が太刀打ちできず、ワンツーフィニッシュを決められると、第2戦メキシコグランプリでは予選でベネトンの2台にも先を越されてしまう始末。第3戦ブラジルグランプリからは満を持して MP47A を投入することになりましたが、マクラーレンはこのレースにレースカー2台とスペアカー1台の3台の MP47A に万が一に備えて MP46B を3台の計6台を持ち込むという異例の体制。新車 MP47A がまだ信頼性に不安を抱えていることを象徴するような出来事でした。MP47A のデビュー戦となったこのレースですが、予選でマンセルに2秒以上の差をつけられポールを奪われると、ウィリアムズ勢の3戦連続となるワンツーフィニッシュを許し、マクラーレンの2人は共にトラブルでリタイアを喫してしまうという屈辱のデビュー戦に。MP47A は熟成不足から来る信頼性不足もさることながら、空力性能を追求して細く絞り込んだモノコックにより剛性が低下。さらにメス型成形のノウハウに乏しかったためか、モノコックは3次曲面の少ないシンプルな造形にとどまり、通常であればモノコックがボディ表面を兼ねるはずのフロント部分まで一体のアッパーカウルをかぶせなければならない構造にせざるを得ず、追求したはずの空力を含めシャーシの性能は期待通りに機能しませんでした。ブラジルグランプリ終了後にはダウンフォース不足を訴えたセナが、リアウィングにベニヤ板でも貼り付ければいいと吐き捨てるほど事態は深刻なものでした。さらにオートレイ曰く、ホンダが投入した RA122E は燃費が悪かったため、他チームよりもスタート時の燃料を約35リットル多く積まなければならなかったといい、レース序盤のペース不足に悩まされていたといいます。結局序盤5戦を終えて、マンセルが当時史上初となる開幕5連勝を達成する中、マクラーレンは未勝利なだけでなく、コンストラクターズランキングでベネトンより下の3位に甘んじてしまう始末。マクラーレンの焦りは増していきました。第6戦モナコグランプリでも、予選ではマンセルに1秒以上差をつけられてしまいますが、決勝ではセナが終盤緊急ピットインを強いられたマンセルから奪ったリードを守りきり、シーズン初優勝。翌第7戦カナダグランプリでは、今度はベルガーが優勝し2連勝を果たし、逆転チャンピオンに望みをつなぎました。そこで待たれたのは、開発の遅れていたアクティブサスを搭載した MP47B の投入。
この年ウィリアムズが猛威を振るっていたアクティブサスはセミアクティブ式とも呼ばれ、細かい路面の凹凸のみで作動したほか、あらかじめプログラムされたシステムに沿って作動させるシンプルなものでしたが、ホンダが開発を主導し、マクラーレンが投入を予定していたアクティブサスは、マシンのセンサーからのデータをリアルタイムに処理してサスペンションを制御する、かつてロータスが導入した形に近いもので、システムが複雑に。結果、開発が思うように進まず、導入が先延ばしになっていたのです。結局、シーズン途中にはこのロータス式のシステムを諦め、ウィリアムズ同様のシンプルなシステムのアクティブサスを導入する方向へ方針転換がなされますが、時すでに遅し。カナダグランプリ以降、再びウィリアムズの先行を許すと、第11戦ハンガリーグランプリでようやくセナが、シーズン2勝目を挙げますが、そのレースでマンセルが早々にドライバーズチャンピオンを決め、セナは王座から陥落。第12戦ベルギーグランプリでは、ウィリアムズのコンストラクターズタイトルも決まり、マクラーレンは5年ぶりにタイトルを逃す形となったのです。結局アクティブサスはその後、第13戦イタリアグランプリに持ち込まれたものの、実戦投入は見送られ、とうとうシーズン終了まで MP47B は登場せず。終盤はタイトルを決めたウィリアムズが開発リソースを翌シーズンへ向けたことなどから盛り返し、最終的には年間5勝、なんとかランキング2位を守ったものの、マクラーレンは黄金時代の終わりを告げるかのようなシーズンを過ごすことになったのです。結局、マクラーレンはこの年限りでホンダが F1 から撤退したことで、その後数年間、戦闘力のあるエンジンの確保に苦労するなどし低迷。93年はセナが5勝を挙げたものの、セナが抜けた94年以降は、3年間未勝利。メルセデスとのパートナーシップ紙を結び始めた97年に久々の勝利を挙げ、翌98年にダブルタイトルを獲得するまで、長いトンネルの中をさまようことになりました。旧来からの脱却を目指した未完のマシン、MP47A はまさに、チームの黄金時代の終わりを象徴する、苦難のマシンとなってしまったのです。いかがだったでしょうか？今回は1992年にマクラーレンが投入したマシン、MP47 の苦難のストーリー、開発エピソードなどについて解説しました。このチャンネルでは、F1 グランプリに関する様々な検証、解説動画を扱っていますので、よろしければチャンネル登録をしておいていただけると嬉しいです。それでは今日はこの辺で。